ワイルズに来てほしくない要素を上げて、まあ多分何かしらクラッチクローやら、かけり虫やら、まあなんか絶対新要素が画期的な新、ドスヘラクレス来るけど、まあそれをやらないとこのゲームは成り立ちませんよみたいな、そういうレベルの縛りというか、まあやめてほしいなと思う。なんか、まあかけり虫はちょうどいいよね。まあ、クラッチクローみたいなさ、なんか弱点特攻にも影響しますよみたいなレベルの、ああいうのよくない？なんか世界観的になんかちょっとワイグズの雰囲気的にありえそうなんだよな、クラッチクローとかは。なんかまあありえそうじゃん。なんか世界観にマッチしてるというか、変に。新武器、いやー新武器はね、なんとかこの話は配信でしているけれども、まあ、新武器の線は薄いと俺は思うよ。本当に。もうや、出尽くしちゃってるよね。13、あれ14武器種あるから全部で。14武器種あるからさ、それの中でコンセプトかぶらずにモーションも全くかぶらない武器っていうのが難しい気がするよね。おいおい、主任！炭鉱採掘の守り神、立てー！おい、気持ち悪いサイドステップするな。こいつってさ、まあ、戦った経験が、まあ、記憶が薄いんだが、いつ爆発すんのこれ。あ、でも爆発しねえんか。顎でボンボンボンしないと。とりあえず足殴って転ばせるか。こいつさ、でもさ、つまんなそうだな、こいつも戦闘が。気持ちよくねえな。尻尾の腹が多分肉質やばかった気がするけど、それ違ったっけか。うわ、危ない。マグスパ？マグスパとかさ、川柳痕はなんか殺しちゃった。ごめん、うろこ取る。出てきたから殺しちゃった、ついでに。悪い。当たるんすね、これね、やっぱりね。これ臭い。うわ、当たっている。ウロコトル助けて。ウロコトル、ウロコトルのこと殺しちゃった。ウロコトル、お前だ、お前だよ、ウロコトル。お前しかいねえんだ、ウロコトル助けれるのは。頼む、ウロコトル。ウロコトルくんさ、ダブルクロスで一番使いやすい武器。まあそりゃ人によるとしか言いようがないけど、エリアルスラッシュアックスとかは簡単で強いですよ。強いというか、まあ簡単ですよ。ワイグズの新モンスターどうなのが来る。難しいな、その質問。個人的には、固有種のね、まあでも固有種のさ、看板が続いてるじゃん。ネルギガンテとかさ、メルゼナーとか、なんかそこら辺はもう、こいつ HP 高くね、なかなかお怒りにならん。だからもう固有種あたりはもう一旦やめねえかというところはある。危ない。こいつモーションが優しいけどさ、毎回これ外してます。ちなみに100回同じことをしています。これ授業だったら怒られてます。大してダメージを与えられていないのに切れ味が落ちてるという事実、恐怖に震えたね。
投げとくか、とりあえず顔に当たれよ。ほらお前の顎でかくて助かったわ。さよならバイバイ。俺は小石を研ぎに行く。ピカチュウ。顎壊すの、顎、これは毒投げて、やめろやめろ。おい、ダンサーのせいでこのゲームが一番嫌いな。あ、ウロコトル、ウロコトルさん、押せよお前。何悠長にのそのそ歩いてきて、こんにちはってしてさ。これエリアイドルじゃねえか。ウロコトルやる気ねー。うこういう時だけやる気ある。殺意が。ワイルズは荒廃した大地感が出てるから、コンセプトより原始的な空間感はあるよね。こんばんは、今日もお疲れ様なんすわ。いらっしゃい。どうなんすかね。固有種じゃない看板モンスターがいいよな。でもなんか、でも固有種じゃないとまあなんか難しいんかな、やっぱ。おい、パック、ちょ、いつお前、毒ならんのかーい。あ、なってるわ。一発も外しちゃいけないわけではなかった。ちょっと待って、転がる方向、渋くない。あれ、こいつ怒ってるな。よく見たら。なんか何もしてないけど怒ったみたいな。なんか戦ってる感が薄い。なんかほんとバトルしてる感が薄いな、こいつの。いやー、お前悪質タックルやろ、お前日大か。ギリ当たらないという恐怖。これ当たりませんよ。ほら、お前の軌道、未来が見えてる。進撃の巨人、でけえ顎ぶつけてくんだよ。怒りが終わったと。排熱効果切れたはまずい。なんか裏眼筋のつまらなさ、なんか強くないけどつまんない感じが。あ、これはだけは強い。その動きだけは本当に強い。うっ、ちょっと待って、ダメじゃねえか。最近アイスボーン盛り返してるらしいな。もうアイスボーンすごいぞ。何しに行ってんの、あの子は。岩食べに行ってんの。まだご飯の時間じゃないでしょ、おじいちゃん。なんかな。おい、なんかこれ燃えてるぞ。うろこ取る。I love 裏眼筋 looks when あなた裏眼筋の見た目が好きなの。よし、尻尾切れるから。おい、もうウロコトルとか言うさ、ウロコトルさ、もうウロコトルにしちゃおうぜ。ウロコトルにして、もう許せねえんだけど、ウロコトルとか。ウロコトル、わあ、すんごい振動。なっか、お前のおなら。私がやりました、ウロコトル。許せねえな、ウロコトル。
肉質が悪くて爽快感がありませんね。本当にな、何をやってるんだ俺はみたいな、虚無を殴っている。ガベゾウさん、フロンティエ、エアプですか。エアプです。やれるわけねえだろ、月額課金制パソコンゲーム。選ばれし者しかできねえゲーム作んな、当時の環境的に。今だったらさ、多分やったと思うよ。なんか壊れた。え、なかなかさ、当時学生の普通の一般人には厳しいよな。これはライフで受ける。ウロコ取る、ウロコ取る、そこで潜っちゃいけない。オッケー、ウロコ取る、神。なんか今でもフロンティアMDエミュレーターがあるんだ。へえ。ここで研ぐのが男。こんばんは、いらっしゃい。 With you are not aiming、 ちょっと読めねえ。うんちブリブリなんすわって読んどこ。返事なんでや。あ、これはね、何も当たらないと思うけど一回やっとくのが OK。 とりあえず移動します。怖い。当たるんだ。モンスターハンターストーリーズで裏眼鏡は出てくるのかね、わかんない。俺モンハンストーリーズやったことない。ウロコトル来てる。あ、悪を破壊しろっつってんの。弱ってね、弱ってねえか。なんで悪を狙わないの。なんか悪はちょっ弾かれちゃうから。ヘペロリンチョ、こんなに言うんだったら狙ってやるよ。こいつ安全圏に逃げ込んでる。こいつ、安全圏に逃げ込むな。逃げるな卑怯者。ほら、顎を狙うどころか攻撃すらできねえ。ちょっと場所が悪いんですよ。もうやだ。もう弱ってんなら行かせねえぞ。行かせちゃった。あ、モンハンナウやってますか。モンハンナウはですね、なんとハンターランク26でアンインストールしました。携帯しびれは治るわ。そういえば、忘れていたこの神のアイテム。ちくしょう。これは使うしかねえな。だからいつ使う。何？やべ、死ぬ。お前は顎を狙わなかったから死んだ。じゃあもう次絶対もう顎しか狙わねえから、お前じゃあ見とけよ。お前、俺が顎しか狙わねえから、お前本当に。もうこれで負けたら俺をもう全員リスナーのせいにする。もう全部リスナーのせいにするよ。俺はリスナーさんのせいにするからね、これで俺負けたら。もう顎を狙って一生弾かれてる俺見て、
お前ら笑ってんだろ、どうせ。どうせ顎を狙ってさ、一生弾かれてる俺見てさ、ナビゾ、顎、顎狙って弾かれて死んでる。って言ってさ、笑ってんだろ。覚えとれよ。貴様ら。俺は言ったらもうそこしか狙わねえぞ。硬すぎなんすわ。落とし穴はどう作るんだい。トラップツールが必要です。トラップツールはどうやって入手するんだい。トラップツールは買うしかありません。ショップが使えません。以上、終わりってこと。男は黙って顎、男は黙って顎。まずは顎に。よほら、痛え、やめろ。上当たってないの逆に。ほら、いやまあこれ弾かれた時のハンドでかすぎないか。これ本当に顎待ってないと思う。これ本当に顎狙っていくべき。いや壊したらでけえけど。でかすぎて。うっ、これだよ。ほら、おい、やっぱりライフとともに顎削ってるじゃん。おい、ライフで削ってる顎をどこ殴ってんだよ。いや、顎狙うの上手くなってる。マジで顎しか狙ってないけど、顎がすごい。もうライフで受けてんだって俺今。毒投げナイフで顎壊すわ。まだ壊れねえか、さすがに。こっち向けよ、アゴ野郎。なんやった。うわ、アゴが。アゴ来ねえ。弾かれ方がもう本当に痛い。いや、今ライフで打ってる。今はまだ応急薬があるうちは積極的にアゴを狙っていく。関係ねえから、武器の威力が落ちたとか関係ねえ。結局弾かれてんだから関係ねえじゃん、こんなの。一緒じゃん、弾かれようが弾かれまいが。切れ味は結局落ちんだから。お前そこでそれ選んで、顎が、そろそろ顎が痛えか。お前の顎俺が壊すぜ。お、顎ひるみいただいた。これはもう顎壊れるぞ、もうちょいで。うっ、だが受けるライフが、
これはね、まだ、おい、お前の顎もう壊れるぞ。いって、お、顎だけでついに怒りいって、なこいつ、やめろバカ、痛すぎるこの毒が。エリアイド、いや、熱帯イチゴ1個食うか。多分もうちょいで切れんだよあれが。ガルルガってファルコに似てね。獣の巨人、いや、あいつ何飯食ってんだよ。お前顎直させねえぞ。それでお前顎直そうとしてるな。顎は俺のもんだよ、お前の顎は。まあ、でもこれ怒り状態、この HP はまずい。普通に死ぬ可能性がある。顎を狙わせてくれ。顎だ、ねえ。鱗取るをさ、一生この世からさ、デリートする巻物ないか。ネタヤシの巻物、いいね。顎が割れずに応急薬が全て切れた。こんばんは、ランスはいらっしゃい。まだ焦る時間じゃない。顎はまだ割れる。お前なんでこういう時に眠りガスなんだよ。いや、これは足削りで起こしてもらおう。足削りという概念がない世界、意味ねえこれ、知ってる。よし、救われた。痛え、あー、お前顎見せろよ、とっとと。顎しか興味ねえんだよお前の。俺は顎を駆逐するまで止まるんじゃねえぞ。もうちょいのはずなんだよ。こんばんは、動画いつも楽しく見てます、ありがとうございます。ナンスウォー、4回殴ったぞ。まだ壊れねえ。くっそ、よし、というわけで、まあ、これなんすよ。みんな顎ですよ。皆さん顎を壊さないのはナメプですから。フラガンキン倒したわ、これで耐熱効果切れてる。バカこつふざけやがってお前。顎を見せろ、なんか顎切りたい。顎壊れた顎を切りたい。
でもその前に鍋蔵が死ぬ可能性が多いにある。顎切らせてくんね。なんで急に顎切らせてくんねんだお前。さっきまであんなに顎切らせてくれたやん。オルが死ぬのってまだまだ先じゃねえか。うわー、このキットストップ、これが裏眼鏡で味わえるのは頭をぶち壊した時だけ。うよ、気持ちいい。全部マイナス回避。気持ちよすぎるこのゲーム。いや、そこはダメじゃないかお前言ったら。これはアゴに乗るチャンス。アゴに乗るとは言ったよ。疲れてる疲れてる。これを外すんですよ。いや気持ちいい、最高なんすわこれ。顎壊してよかったんすわ。これ転ぶぞ。遠いな。これギリギリエリア移動しないか。空を裂く。だからここからで最高。このゲームもう生きててよかった。やめろね、お前さ、それ自分が何してるか分かってんのこいつ。こんばんは、初見です、いらっしゃい。卑怯やん、顔狙えない位置にお前エリア移動すんの。男じゃないぞ。でエリア移動すんだ。するわけではない。何？怖すぎ、剣心。あ、エリア移動って本当に面白いシステムですよね皆さん。これからもこのエリア移動というシステムを大事にしていきたいと思います。うわっ、うわ、やっちゃった。これはね、で僕はこういう時にエリア移動ってあってよかったなーって本当に思うんですよね。小石を研ぎたい時、あーエリア移動って、あーよかったなー、これって本当に素晴らしいもんですね。確かにサブターゲットクリアしたから支給品追加されてるね。それはありだ、ゲトウ君。ゲトウ君、それはありだ。届かねえなこれ。うら、よし、気持ちいい。ただ耐熱効果が、いやー助けてくれ、いいよメラル。メラル俺だ、メラル俺だ、覚えてるか、メラル俺だ。ここで振り向いてくれ。誰がお前、その倍角しろって。やめろ。
あ、おー眠いね。やぶなそのこっち、え、弱ってる。え、どこ行くのこれ。鍋蔵さんこんばんは。裏眼筋の顎と鍋蔵さんのうんこどっちが硬いですか。鍋蔵さんのうんこの方が硬いです。おい、お前そこはスリーだろうが。うわぁ、これでいく。お前日大タックル。よし、ドスヘラクレスを回収したいと思います。鍋蔵の登録、チャンネル登録した、ありがとう。ドスヘラクレスが2匹足りないんです。お願いします。バカ野郎。おい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 、アゴやっちゃっていいんすか自分。いつも動画見てます。鍋蔵さんの顔いつ見てもハンサムです。おお、かっこいいねー。